では続いては JPX デリバティブフォーカスのコーナーです。ゲストの方に電話でお話を伺ってまいります。今日のお話はマーケットエッジ代表の小菅勉さんです。小菅さん、はい、こんにちは。こんにちは、おはようございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日は原油のお話でしょうか。そうですね、はい、ね、まずここにお持ちいただきましたチャートですね。3商品、金、銅、そして原油、はい、それにさらにニューヨークダウの推移を重ねて、年初を100とした、その後の推移ということですね、これね、はい、金は一番強い、そうですね、はい、ダウの動きとニューヨーク銅の動きがほぼパラレルというのがなかなか興味深いですね、これ。まあ、最初は銅の方が先に下がったんですけど、ああ、そうか。大体同じような動きになりました。ええ。で、原油は、まあ、OPEC プラスの会合が、テレビ会合が開かれて、はい、減産継続。7月も減産続けるよということで合意が成立したということで、WTI も40ドル近いところまで、ですね、上げて、はい、まあまあ、戻ってきてますけれども、東京でも少し強い動きですよね。そうですね、はい、でもまだちょっとですか、他の商品に比べると少し安値から大きく反発してるんですけど、マーケット全体で見るとやっぱり戻りがまだ少し鈍いのかなと思います。ということでしょうかね、はい、これ先行きはどう見たらいいのでしょうか。原油のキャッチアップというのは結局、まあ、同窓方の代わりを埋められるかどうかなんですけど、ええ、私は少し難しいのかなと思ってます、ええ、ちょっと難しいというふうに見てらっしゃる、はい、そこら辺の背景をですね、ちょっと見ていっていただきたいんですけど、はい、まず、需要環境ですか。基本的に短期の需給だとかなりいいデータが多いんですよね、ええ、でこれはアメリカのガソリン消費量なんですけど、ガソリンの消費量、はい、はい、まあ、3月ですと大体、まあ、平年と比べて半減したんですけど、ええ、まあ、足元ですと大体2割減ぐらいまで回復してる、はい、まあ、アメリカの方ですとやっぱり高度規制もあったんですけど、ええ、なんか我慢できたのがやっぱり3週間ぐらいだったのかなと。あ、そういうことですか、はい、やっぱりみんな出かけたくなるそうですね、まあ、これはやっぱり感染症の視点ではいいのか悪いのか別なんですけど、ええ、経済の視点ではやっぱり良かったのかなと。あ、そういうことでしょうね、はい、経済が回るようになってきた、はい、ということで、まあ、水準はまだ2割下押しているけれどというところですね、はい、これさらに戻っていくんでしょうかね。そうですね、ガソリンに関してはだいぶ戻っていくと思います。あ、そうですか、まあ、航空機関連のジェット燃料とかは、ええ、まあ、回復のは2025年とかかなりなんか長期の視点になりますけど。あ、そうでしょうね、はい、航空機はガソリンに関してはまあ年内にはほぼ回復できるのかなと思ってます。年内には、はい、まあ、平年並みの水準まで戻るとはいうことですか。あ、まあ、ガソリン中心にということですね、はい、で一方でその供給サイドの要因なんですけども、はい、その OPEC プラス の減産継続というのが決まったことで、はい、まあ、1ヶ月しか継続しないんですね、これね。まあ、必要あったのかどうかちょっと疑問なんですけど。ああ、そうです かなりトランプ大統領が圧力かけましたんで。あ、圧力かけた。結局やっぱりシェール産業がだいぶ崩壊してますんで、ええ、圧力に抵抗して当ていこうというか受けて、まあ、若干の対応を進めたのかなと。あ、そうなんですか、はい、じゃあこれ1ヶ月で終わってしまいますかね。さらにとはない。本当はそうですね、5月6月で970万バレルの減産で、その後200万バレル増産の予定だったんですよね、はいはい、その予定が1ヶ月繰り延べただけなんで、まあ、そんなに大きいインパクトあるのかというと疑問です、ね、あ、そういうことですね。それ自体はそんなにインパクトのある、減産継続ではないんだと、はい、いうことですか。まあ、あと短い期間に区切ったというのはやっぱりオペックも立ち読みが読めてないんですよね、はい、だからこれでずっとも減産するってコミットしちゃうと、まあ、今後は読めないもんですから、とりあえず1ヶ月ということで、まあ、これから順次またデータを見て考えていこうという。おお、イラクだとか造反分子がいてですね、はい、その国に対してはこの先調整減産を行いなさいと、そうですね、いうことを決まったようなんですけども、はい、なんか中も結構一枚岩じゃないんですよね。そうですね、まあ、サウジとか例えば UAE とかこの辺だと減産実施率大体9割超えてるんですけど、ええ、イラクおそらく 38% とか4割前後だと思うんですよ、ね、あ、この辺をまあこれから
まあ、他の国が増産しても、あ、イラクはちゃんとやってくれよという。そういうことですね。はい、そういう形ですね。はい、言うこと聞くんですかね。まあ、一応ある程度やると思いますね。はい、あ、そうなんですか。わかりました。 OPEC の方も、まあ、先行きについてなかなか読み切れないので、はい、とりあえず1ヶ月ということで、また様子見ながらということに、そんな含みがあるんでしょうかね。はい、まあ、もしやっぱり需要が悪ければもう少し延長しようという話も出ますし、出てくるんでしょうかね。逆に良ければもうやめてしまいましょうという話になってます。はい、あ、そういうことですか。そして、今度アメリカの方の供給事情なんですけども、はい、あのシェールの随分こうリングが止まってきているようですよね。そうですね。まあ、硫化度数ピークは今年のピーク683基だったのが、はい、今直近206基206基大体7割減ってます。7割減ってる。はい、お、今12週間連続で減少中です。12週間。ああ、そうですか。はい、これは、グリーンのラインがリングの稼働数ですね。そうですね。はい、これ2010年とか見ると原油下がってからリグの稼働数減少するまで結構時間かかったんですけど、ええ、今回は結構原油下がってすぐもうリグの稼働数減りましたよね。結構、まあ、対応が早い、はい、ということですか。まあ、これから見るとやっぱりマイナス価格というのがすごいインパクトあったのかなと。あ、そういうことでしょうね。はい、マイナス価格が出ましたからね、ちょっとみんなびっくりしたということでしょうか。はい、ここがこのブルー青い線が価格のラインで、はい、でグリーンがリグの稼働数、はい、ということですね。で、黄色が産油量ですね。あ、これが産油量、黄色の成果ですね。はい、これ産油量もピーク1300万バレルだったのが、今1120万バレルで、だいたい 15% ぐらい減ってます。 15% ぐらい、はい、でもこの減り方が、あの稼働数とかに比べると随分水準高いですね。はい、高いまま、止まっているという感じですか。生産効率悪いのからどんどん止めてきますんで。ああ、そうか。稼働数の減少イコール産油量の減少じゃないですね。そうなんですね。これが減ってこないとダメなんでしょうね、きっとね。はい、どうでしょうか。40ドル近くまで戻ったということで、はい、まあ、閉めたリグをまた稼働させるみたいな動きになってつながってくるんでしょうか。そうですね、ここはやっぱり数週間そういった話がだんだん出始めてるんです。あ、そうなんですか。もう具体的にもう6月からはもう増産するって言ってる会社もありますね。あ、そうですか。はい、でそうすると、シェールの供給、まあ、抑制もちょっとここで止まっちゃう可能性がありますね。はい、この辺がやっぱり上値圧迫要因になってくるのかな。なってくるんですか。あ、シェールオイルがどんどん増産進みますと、今度 OPEC プラスがもう永久に減産しないなくなっちゃいますんで。そうですかね。はい、それを共有できないんでしたら、やっぱりある程度やっぱりシェールオイルがそんな復活してこない水準までとどめておく必要があるのかなと思います。そうすると価格面ではあんまり高いところまでいっちゃうとっていうことになるんですね。はい、そこら辺なんか難しいところですね。今こちらにはですね、採算ラインの、はい、水準をこう出していただいてます。50ドル前後ですか。これ、まあ、ダルス電源の調査なんですけど、結構低いところだと30、40ドルでも動いちゃうんですよね。そうです。アベレージだとやっぱり45とか50ドルですけど、やっぱり安いやつだともう40ぐらいだと、新規投資でも十分採算が取れる状況になりますね。これまでは既存の生産を止めるって議論だったんですけど、そうじゃなくて新しく投資しても利益が出るっていうのがいくつか出てくるんです。出てきますか。はい、その辺の分岐点はやっぱりあの40ドルですかぐらいから始まってくる。始まってくる。はい、そうですね。この先40度超えられるかどうかみたいなところをやっぱり注目しておかないといけないんでしょうね。そうですね。これからやっぱり陸の稼働数が止まったり、減少が止まったり、産油量が増えると、まあ、減少は上値が重くなってくるのかなと思って。そういうことですね。そしてこちらには、まあ、価格の見通しということなんですけれども、はい、ちょうどこれ見ますとあれですね、窓が開いてた、この急落のところで窓が開いてた、はい、そこを今取りに行って埋めに行ってるという感じでしょうか。この窓の上限が 41.05 ドルなんで。41.05、はい、はい、でそのぐらいが目処になるのかなと思ってということですか。はい、お話のように40を超えてくると今度はまたシェール増産、はい、あるいは新規投資みたいな話が出てくることによって、はい、価格もまた抑制されると。そうですね。まあ、短期の時期出たらもう全部なんか買いを支持してるんですけど、これ上がるとやっぱりシェール産業がだいぶ変わってくるので、
その辺からは、ね、重くなってくる。重くなってくる。実際今在庫はとにかく いっぱいいっぱいなんですね。在庫は多いですね、はい。まあ、陸上の在庫もありますし、洋上の在庫もずっとありますので、これを今度減らしていかないとダメなんで、はい、その時間がやっぱりかかりますね、どうしても。時間がかかるということですか。はい、もうそれはその時間がかかるというお話は例えば年内とかいうぐらいの期間を見ないと、ね、はい、見えてこないんでしょうな。だとりあえずもう安いから単価で持っておこうとかそういった動きずっとありましたんで、その反動が今度出てきますよね。そうですね。タンカーに乗せたまま船海上で係船していると、はい、そんな状況なんですね。はい、そうですか。まあ、なかなかまだまだ需給は改善してこないというところなんでしょうね。ちょっと時間がかかると思いますね。ですか。時間がかかる、はい。まあ、一方では、まあ、こうやって それなりになんか秩序を模索する動きがオペックのところにもあるし、はい、でアメリカも、まあ、極端な形でこう攻めていこうという雰囲気じゃないんでしょうから、まあ、ここら辺で落ち着くというふうに考えたらいいんでしょうかね。やっぱりオペックとシェル産業は共存できる水準というのが必要なものですから。共存できる水準、まあ、共栄はないんでしょうけども、でも、まあ、落ち着きどころを探るとそんな状況にあるということでしょうか。わかりました。小菅さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。先ほどこのコーナーの中で一部音声に聞き取りづらい箇所がありました。大変失礼いたしました。お詫び申し上げます。